シヌソナススは白秋前期に生息した獣脚類の属で、化石は中国、遼寧省の儀県層から発見されている。獣脚類の中でも特にトロードン化に属するとされる。この属名はシノサウルスと混同しやすいので注意。タイプ主催なセネススマグノデンズは2004年に女性及び王像林により命名、記載された。属名は聖限派にちなむもので。 尾骨の側面の見た目に由来している。種小名は、ラテン語で、大きな葉のという意味である。後の論文でこの種は、シヌケラサウルスとされたが、これは、新山客観異名である。ホロダイプ標本であるアイボップ V11527 は、技研類層の陸下トンブ層のオーテリー武器の地層から発見された。この標本は、頭骨、下顎の一部、尾の一部、 骨盤と後足を含む部分的な骨格で構成されている。上顎骨波が大きかった。大腿骨の長さは 141mm で、近縁のシノベナドルのものより大きかった。オシーのチミチユミは、互いが接近するほど幅が広く、尾の下側に一連のプレートを形成していた。ありがとうございます。